第3代ピーターバラ博、チャールズ・モードンと第3代ピーターバラ博、チャールズ・モードンとは、イギリスの貴族、政治家、軍人。1658年、モードンと死者クジョン・モードンとの子として生まれた。1674年に、オックスフォードのトンブリッジ学校に入学、海軍に入隊して、ジョン・ナーボロを率いる艦隊に乗り込み地中海で、活動した。 翌年に亡くなった父のシャクイモードンと死釈を継承した。1686年、オランダに渡り、オラニエコウウィレム3世を訪問、イングランド王ジェームズ2世打倒を進言した。慎重なウィレム3世は、この提案に乗らなかったが、1688年に、名誉革命で、ウィレム3世が軍を引き連れて、イングランドに渡った時にモードンとも同行。 翌1689年に恩賞として、モンマス伯尺二条人、大倉教にも任命され、一躍政界の重要人物にのし上がった。しかし、同年に議会とウィリアム三世の清掃に巻き込まれ、大倉教を辞任した上、1696年にジャコバイトが計画したウィリアム三世暗殺未遂事件に連座して、翌1697年1月に逮捕。 ロンドン島へ投獄された。3月30日に釈放され、6月19日に、おじのピーターバラ白ヘンリー・モードンとが、息子のないまま亡くなったため、ピーターバラ白衣を継いだが、ウィリアム3世に再投与されることはなかった。ウィリアム3世が亡くなり、義前の案が即位すると正解に、復帰、1702年に、会議員となりホイッグ等に、入党、1705年に、 スペイン継承戦争におけるスペイン遠征の司令官に任命された。ピーターバラはジェームズ・スタンホープと共にイングランド・オランダ同盟軍を率いてバルセロナを落とし同盟軍に擁立されたカール大公と共にカタルーニャ・バレンシアを中心としてフェリペ5世に対抗していった。しかし翌1七百六年にバルセロナがスペイン・フランス連合軍に包囲されると ジブラルタルから救援に赴いたイングランド艦隊と合流してバルセロナダッシュを防いだが艦隊に対してバルセロナよりバレンシアの上陸を主張したことが明らかになると周囲に不信感を持たれポルトガルから進軍したゴールウェイ博ヘンリーデマ州がマドリードを陥落させるとカール大公と共にマドリードで合流したが同盟軍の統率に失敗マドリードを フェリペ5世に奪還されると勝手にイタリアへ向かった。これらの行状が問題視され、1707年3月にイギリスから召喚命令が出されスペインを出国したが、途中でドイツ・イタリアを返滅して勝手気ままに同盟軍首脳と会談したり、自分の主張を吹聴調して回るなど、問題行動を取り続けた後に帰国した。議会では保育党から非難を受けたが、 逆にトーリー党からは称賛され、ホイック党員にもかかわらず、トーリー党と信仰を結ぶようになっていった。1710年に総選挙で、ホイック党が敗れて、トーリー党が与党の座につくと、英雄扱いを受けて1711年に、ビーニへの使者として派遣。翌1712年に、この駅兵隊長に任命され、1713年には、ガーター勲章を受勲した。 だが、1714年に、アン・女王が死去、当園のジョージ一世が即位すると、ホイック等が巻き返しを図り、ジャコバイトの反乱と結びつけて、トーリー島の中心人物を弾劾した。ピーターバラも、トーリー島とのつながりから借位を除くすべての感触を取り上げられ、政界への影響力を失った。晩年に息子も失い失意のうちに、リスボンで死去。 孫で同盟のチャールズが借位を継承した。1678年、アレクサンダー・フレイザーの娘、キャリー・フレイザーと結婚、3人の子を設けた。ヘンリエッタ、ゴーオードン公、アレクサンダー・ゴードンと結婚、ジョン・モードンと死爵、父に先立って死去。チャールズ・モードンとの父。ヘンリー1722年、アナスタシア・ロビンソンと再婚したが、子供はなかった。 ありがとうございます。